い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速ゆめみの館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン、ゆめみの館へようこそ、お越しくださいました。さあ、ということで、今回も、前に一回来たことのある、テディベア村に行ってみたいと思います。今回もね、ちょこちょこ変わってるところがあるらしいんで、そこを見ていきたいと思います。心地よい夢ご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では、夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、テディベア村に出発。はい、テディベア村に到着。なんか近くで歩き寄る音聞こえた？夢の世界へようこそ。あなたは今、テディベアという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のテディベアの世界をご堪能遊ばせ。さあ、ってことで早速、着替えますか。あ、なんか、ちょっと、ささっと撮っちゃったけど。こっちが女の子用か？こっちは？あ、男の子っぽいね。ちょ、女の子の方で行こう。女の子の方で行きます。なんか夜なんよね。こっちだ。じゃーん。はい、こんな感じで。ポンポンプリンね。ん？村の中は、あ、全体的にリンゴなんかなって思ったけど、サクランボと、こ、桃。美味しい桃。そしてこっちは、オレンジと梨と、めっちゃいろんな果物あるやん。いいね、いいね。はい、それじゃあ、さっきから歩き寄るの誰？なんかこの辺、あ、人だ。大輝くん、こんにちは、いらっしゃいませ。どうもどうも、いらっしゃいました。結構大きめの家に住んでる。はい、お邪魔します。一応テディベア村では公共事業が何か所か変わってるのと、各自住民の家の中の模様替えを結構しているらしいです。めっちゃ富豪やん。超富豪な感じやん。ね、もうゴルフバッグもギラギラしてらっしゃる。なんか家具にめっちゃ埋もれてない？テレビ。超絶埋もれ。え、てかさ、トランプ家具こんなに集めるの絶対大変やと思う。私トランプ家具ほぼ集めれてないし。多分ね、タンスと、あと、一人掛け用の椅子ぐらいじゃなかったっけ？あったの。え、違ったかな？もっとあったかな？はい、それじゃ左の部屋へ。左側はパン屋さん。やっぱね、テディベア村っていうだけあって、村の至るところにテディベアが置いてある。テディベアかわいい。もう何回でも言うけど、テディベアはね、かわいいんよ。いや、なんか世界中にファンがおるやん、テディベア。いろんなテディベアを集めるみたいな。わかるもん。集めたいもん、集めてないけど。そして、バイキング。ケーキバイキング。パンもあるし。でも、甘いもののバイキングってあんまり食べれんよね。なんかこう、全体的なもののバイキングとかやったら、締めのスイーツ的な感じでいけるけど。やけん、ちょっと、何？値段を、結構1000円台、2000円台ぐらいで、全然、いけるんやと思う。お店側的にも。はい、そして奥の部屋は、リゾート。リゾート風。お風呂の中にも、花を浮かべて。なんか各部屋でやっぱりテディベアもちょっとね、雰囲気が違うよね。着とる服とかで合わせていっとる感が。さっきのね、左側の部屋に飾ってあったテディベアは、コックさんの服着とったけん。いや、そういうところ、細かいところまでね、作り込んどるのすごいと思う。だって私、どの部屋作るのもさ、基本的に、そのまんま置くタイプやけんさ。素を活かしていくタイプやけん。活かせてないけど。はい、それじゃ、だってここも多分トランプの
ね、トランプ系というか、ダイヤっぽい感じやん。の服着とるし、チェッカーの服やったっけ、これ。はい、そして右側の部屋へ。はい、右側の部屋は図書室、落ち着いた感じ。で、テディベアも、まあ、なんか、ね、落ち着いた学生服みたいな感じかな。かわいい。図書室の雰囲気すごい落ち着くよね。ちょ、久々にさ、あれなに、時間があればなんだけれど。時間があったら、県とかさ、市が運営しよる図書室みたいなのあるやん。私、ああいうの高校生の時とか借りに行きよったんやけど、もう今全然そんなことすることもないけど、大人の方がちょっと借りに行きたいよね、ああいうの。はい、それじゃあ2階へ。ほい、2階は、ま、おしゃれな男の子の部屋って感じ。ここあれやろ？さっきの外におった大輝くんの部屋ってことやろ？めちゃくちゃおしゃれ。きっとモテるんであろう。あ、見て見て見て、これしっかり野菜ジュース飲みよる、偉い。食べよるのはピザやけど。私最近ちょっとフルーツ青汁っていうのを飲みよって、あ、家の中にアイスの自販機まで、アイスかなこれ、わからんけど、多分アイス。あのフルーツ青汁ってやつを買って飲みようやけど、牛乳で割ったらね、普通に美味しい。最初袋開けてすぐ匂ったらさ、まあ一般的な青汁って感じで臭ってなったんやけど、牛乳注いだ途端にリンゴみたいな匂いに変わったんや。どんな魔法って感じよね。そしてテディベアも、ちょっと男の子っぽい、ボーイッシュな、これ一番好きかも、この家の中で。あのボーイッシュな感じのテディベアに。かわいいもいいけど、かっこいいもいいよね。あ、自販機普通に飲み物のもあったわ。しかし、あえて外で紙パックを買ってくるっていう。はい、そして、地下へ。お、地下は、車だ、車。ガレージやね。そして、ここは？ここも、ちょっとボーイッシュな感じの、男の子っぽい服装のテディベア。ここで何か手紙を書くの？なんか、あれやんね、こういう、周りにいろんな用具が揃っとる人って、多分車すごい好きなんや。ここでまでピザを食べる。上でもピザ食べたのに。めっちゃピザ好きやん。かと思ったらカップ麺。これなんかなんなんやろ、飲み物。コーンスープ的なものかな？なんか真ん中多分、なんて言うんあれ、パセリ？あ、なんか乗っとるよね。はい、お邪魔しました。どうも。ものすごくかっこいい部屋だった。あ、そして、カーナさん、村長さんへね。マイレザ全部自分で書いてます。しかもこう、定期的に配布されるマイレザが違うっぽくって、村長さんのツイッターとかをチェックしよったら、多分、明日までですとか、もうすぐ入れ替えしますみたいな報告を結構してくれとるけん、欲しいマイレザがある人は、そういうところをチェックしに行ってみてくださいまし。はい、それじゃあお邪魔します。かわいい女の子の塊という感じ。ピンク、超ピンクやもんね。もうこれテディベアからして超ピンク。お、ここもしかして。向こうから。え？いけない感じ？え、いけないよね、これ。なるほど、奥の部屋には入れないと。ここはカフェなのかな？あそこの一角がちょっと気になる。あ、大きい方ばっかりに目取られとったけど、あれや、あっちにもちっちゃめのテディベアがいるのね。ちょこんと。はい、そして隣の左側の部屋には、プリンやプリン。でっかいプリンの服着たテディベアが。全体が見えねえぜ。それぐらいにでかい。お菓子の部屋やもんね。スイーツ。あ、かわいい、ほら。
超かわいい。いいよ、いいよ、これ。あ、ここ、村長さんの家はあれかな、全体的にでっかいテディベアが置いてあったのかな。でっかいテディベアを一つゴンと家の中に置いておきたいね。はい、右側の部屋は、こんな感じ。あ、お揃いや。もしかして左側の部屋の方もお揃いやったかな？ん？でもあっちはドレス着とったような気がするね。某氷の女王さんが住んでそうな感じの。で、これ思ったんやけどさ、最近思ったんやけど、ゼルダに出てくる、スイッチの切り替えのやつに似てない？めっちゃ。え、すごい似てない？これ剣で切ったらさ、赤と青が入れ替わるんやろ。はい、それじゃあ。はい、2階へ。はい、2階は、こんな感じ、自然に溢れた部屋っていう感じで、まあ、ちょっと素朴な感じのテディベア。村紹介っていうか、テディベア紹介になっとるような気がするけど。しかし、いや、テディベア村だから。植物に囲まれた生活、やっぱいいわ。そう、いいよね。でもこう、大掛かりなものとかやったら私枯らしてしまうような自信があるけん。小さめの植物。テーブルの上とかで育てられるような小さめの植物がいいよね。はい、そして地下へ。はい、地下のテディベアはこんな感じ。あ、私この模様めっちゃ好きなんよ。千鳥格子模様。この模様めっちゃ好きなんよね。え、よくない？そして、絶対なんかこいつ邪魔だなみたいな感じの顔してるけど、ちょっと犬たちが端っこに追いやられてる感。いや、しかし可愛い。あ、見て見て見てこれ。チーフやろ？え、めっちゃ可愛い。ね、超可愛いね。そう、ここの村長さんはね、チーフ推しらしいので。いや、可愛いよ。こういうセット作れるのいいね。あ、ほら。狼の被り物までしっかりと置いている。なるほど。こういうところでチーフ好きアピール。私もみぞれちゃんのでああいう感じにしようかな。ほい、お邪魔しました。さあ、そして。この子村長さんよね。あ、いたいた。三人目。ひまわりさん、ようこそ。はい、いらっしゃいました。じゃあちょっと、お邪魔し、みんな家でかいよね。お金持ちが集まる村？はい、そしてここ、ひまわりちゃんの家は、もう今にふさわしい。今にふさわしいハロウィン部屋、ハロウィン仕様になってる。そしてチェック柄。チェック柄の、中くらいぐらいのテディベアやね。何を占ってくれるんだろうか。しかしこれいつもね、めっちゃ怖いのしか出てこんけんね。みんなハロウィンの準備なんかしようかな。私は毎年のごとく何もしてないんやけど、多分また、スノーで、実際に仮想戦分、スノーで何かしら撮ってツイッターにあげるかな？インスタかな？はい、左側の部屋。この部屋の雰囲気は好きだな。あ、レオパード柄やん。私の好きなレオパード柄やん。いや、私何かとこう好きな柄が派手なんだけども。ね、千鳥格子柄もそうやし、レオパード柄も。私一時期マジでね、レオパード柄ハマりすぎてさ、紙ゴムという細いものですらレオパード柄やってけんね。多分、無地でもレオパード柄でもそんなわからんぐらいの細いやつ。なんか、ところどころにちょいちょい乙女要素が散りばめられている。なんかすごいおしゃれよね。あんまり、こういう感じの家具って大きすぎても嫌味な感じになるというか、ごちゃごちゃ、くどい感じになるけど、なんかすごい、めっちゃ綺麗な感じ。
そして奥の部屋へ。あ、奥の部屋はもう、あの入り口入ってすぐとか左側の部屋とは全然違って、あの二つはちょっとねすごいパンチがあったけど、ここはすごい清潔感にあふれた綺麗な感じの美容室、美容室なの。そして花柄のテディベア。あ、このちっこいのも花柄やね。かわいい。そして私、お店とかでこういうキャットタワーとか見るの好きなんやけど、こういうの絶対猫楽しいよね。うちこういうのじゃなくって、まあちゃんとした小屋的な感じでタワーがあるんやけど、めっちゃね、一番上のハンモックの部分とかで、ちっちゃい子がね、寝おったりとかする。はい、それじゃあ。はい、それじゃあ、右側の部屋へ、ゴー。お、右側の部屋はすごいファンシーな感じ。そして、チェック柄。あ、あれか、入り口、メインホールにあったのと同じような感じやね。はい、右側すごいファンシーで、キティちゃんに溢れている。なんか子供部屋みたいな感じなんかな。あ、ていうか、さっきの奥の部屋も、美容室かなって言ったけど、あの、鏡と椅子とかなんか二つあったよね。二人暮らしってこと？ここもベッド二つあるし、まあ、これは友達とか呼んだ時にね。もう二つぐらいあればいいかなみたいな椅子。かわいい。こういうちっちゃいピアノ。子供の頃持っとった。ちょっとね、今聞くと音キンキンするけど。でもいいよね、ちっちゃい子には。はい、そして、二階へ。はい、二階はパッチワークな感じ。チェック柄が多いこの家。チェックのテディベアがすごく多い。そしてパッチワークやとさ、なんかこうクッション、ソファーとか盛り上がった感じで見えるけん、すごい、なんかふわふわしてそうなイメージ。めっちゃ座りたいもんね、こういうところ。でもテーブルがパッチワークやったらなんかちょっとちゃんと安定するんかなっていう心配はあるけど、でも見た目可愛いけん全然 OK。可愛ければ全然いいと思う。はい、それじゃあ地下へ。はい、地下はちょっと綺麗な、なんていうかな、レストラン、喫茶店かな。そしてレオパード柄。あ、びっくりした、目の前にダックスおった。ダックスがテディベアに向かって何かをしている。カフェかな？距離近いって思ったけど、間に仕切りがあったわ。私はね、家にね、ソファーがないけんね、椅子とかばっかりで。ソファー、そう、リビングにソファーを置きたいなとか、そういうのはすごい思うよね。おばあちゃんちとかソファーあるんやけど。はい、それじゃあ、お邪魔しました。さあ、そして、住民さんも結構なんか入れ替わった？入れ替わったと言っていたのだけれど、ちなみに住民さんこんな感じ。人間のカーナさん、大輝くん、ひまわりちゃん。そして、あ、そう、イルミネーション。テディベア村はね、夜のイルミネーションがね、すごい綺麗やけんね。こういうところ、映えスポットとして。みんな写真をバシャバシャと撮っていこう。ジミハムスケくん、ジュンくん、ユキミちゃん、チーフ。間違えた。で、ロボ、ウルフリンク。あれかな、狼系が多いかな。で、ももこちゃん、パッチ、アップル、シベリアイ。役場まで言った。はい、そういう感じで。と、狼系と、あと、あと、なんていうの、小動物系？リスだとか。あ、でも一応パッチはクマなのか？なん
んかももこちゃんとアップルは、まあ、リスとハムスターやけん小動物系、まあ、でも子グマよねパッチもけん、まあオオカミ系と小動物系がすごい合わさった村ってことか。オオカミ系の子たちが暴走しないことを祈ります。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。イルミネーションコーナーもそうやし、あの公共事業、外の公共事業ね、いろいろとなんかデザイン性のあるものとか、さっきもなんか黒い塊のところを通ってきたりとかしたけど、ああいうモニュメント的なものとかも結構置いとるけん、外もね、いろいろと見て回ったら楽しいと思います。